皆さんこんばんは。今日は6月の4日月曜日、日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会友の会協産広告広告主総 T.V. をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたしております。改めましてこんばんは、えー。パヨクのフグ。 大天の敵でありますボギーテドコンでございます、まあ、沖縄にはパヨクがとにかく目障りでしょうがない方が3名いると言われてますねまずトップに来るのが、えー、ガナハマサコさん、えー、続きましたユダケイジさんで3番目に私が来るらしいんですがはて私パヨクの皆さんに嫌われるようなことをしてるんですかね まあ、沖縄のパイクの皆さん、まあ、私が行きますと「テレコンが来たぞ!」って言って大発狂し、まあ、自ら否定をしている集団自衛権を絶賛発動し、まあ、少ない時には34名多い時には50名を超す人数で取り囲んでくるんですが、まあ、本当にできれば1対1でお話ししてくれればいいかななんて思っております。 県外からこの置きっぱ用の見学に来られる際にはできるだけですねやはり小綺麗な格好はしない方がばれないんじゃないかと思います間違っても石鹸の香りとかダンヒルの香りとかこういったのをしちゃうとクンクン匂いを嗅がれてですね「お前石鹸臭いおよくよい右翼だな」って言ってバレてしまいますんで是非テントに行く時には 髪もボサボサ、洋服もヨレヨレできれば頭にタオルを巻くか、クマガサを巻いてヒゲも剃らずに行っていただければなと思っておりますさて今夜の沖縄の声は沖縄で起きていますいろんなお話の他に今日は6月4日っていうことでその日にまつわるお話をさせていただきますさて普段私の横でニコ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 して はい猫のようにニャーとやっているミサキちゃんでございますが本日なんと39度の熱を出しておりましてダウンしておりますぜひ皆さんあのミサキちゃんが良くなるようにメッセージなどをお送りいただければ嬉しいかなと思っておりますさて本日もいつものコーナーから行ってみたいと思います今週の自衛隊カメラさんフリップをお願いします。 これは那覇市にあります陸上自衛隊那覇駐屯地に掲示されております復帰後の緊急患者空輸と不発弾処理の累計の掲示板でございます。まず緊急患者空輸9,307件,件不発弾処理 36, 3万6,993件 36, 3万6,993件。 これを見てもお分かりかと思いますけどものすごい数なんですよね。だいたい緊急患者空輸で週に2回から3回不発弾処理はほぼ毎日といっても過言ではないぐらい数字の方が着実に積み上がっております。特にこの不発弾処理の総トン数は2,000トンに近づきつつありますがま沖縄県内には 2000トン余りの不発弾が埋没していると言われておりまして今後都市開発などでですね、旧市街などの工事などが盛んになればまたいろいろ見つかってくるんじゃないかと思っておりますでまたこの緊急患者区につきましては沖縄は人の住む友人の離島があまりにも多いそして離島というのは滑走路もございません、まあ、そういったところで怪我人や 急病人が出た時には昼間であればまだドクター・ヘリなどが飛ぶこともできますが夜間や悪天候の時にはどうしてでも機材の揃ったま自衛隊の方々にお願いをするということしかできない場合もございます。まあ、そういった時でも自衛隊の方々は命をかけて沖縄県民の命を守るために 昼も夜も飛び立っていただいているっていうことは本当にこれはありがたいことでございましてこういったことがなかなか沖縄県民に伝えられてないというのは本当に寂しい限りでございますまたこの自衛隊は自らのこういった数字を大きく喧伝することはございませんただ一言任務ですからということで控えめに掲示板に載っけているだけでありますが 私たちはこのように毎週掲示板の数字をご紹介することで、彼らが命をかけてこの沖縄県民を守っていることを多くの人たちにお伝えをしていきたいと思っております。自衛隊の皆様誠にありがとうございます。さて皆さん今日はあの6月のまあ4日ということでありまして。 まあ知っていこの「六四」っていうのをね中国などで検索しますと何も出てこなかったりするんですけど実はこの「六月四日」っていうのは特別な日でございますフリップをご覧ください。とこれ1989年平成元年の6月4日に天安門事件っていうのが実は起きているんですよね。 この天安門事件どのような事件だったかといいますと1989年6月4日の日曜日同年4月の雇用法元正書記の死をきっかけとして中国北京市にある天安門広場に民主化を求めて集結をしていた学生を中心とした一般市民のデモ隊に対し 中国人民解放軍が武力で鎮圧多数の死傷者を出した事件でございますまあ沖縄のパヨオクは自衛隊はね県民に銃を向けるとか言ってますけどそれは自衛隊ではなくて人民解放軍の方だったっていうことをね完全に彼らは見ないふりをしております。さてこれ4月15日はい遡ります。 中国法政大学大学生の若者たちが中心になって民主化推進を訴えていいいたととうことでございますその中で雇用法元主席の追悼集会が行われていたんですがこれを契機きっかけとして同17日に民主化推進派の大学生他のの大学の大学生たちインテリですねが集まりまして 北京市内でで民主化をを求めめたた集会を始めたんですよね中国ではこういった集会の自由なんかも認められていませんので当然政府の方としては規制に入ります。しかしこのように多くの若者たち基本的に若者たちがやっぱり多いんですよね。この天安門広場に集まりまして中国の民主化を訴え始めた。 まあ当然、北京政府はそういったものを認めるわけにはいかないですね。しかし、学生を中心とした民主化、そして汚職打倒を求めるデモ、この汚職っていうのは、とにかく中国ではひどいものでありまして、まあ、一般の市民からすると、役人はみんな汚職してるんじゃないかと思われるぐらいひどい状況だということでございます。それからどんどんどん,どんこのデモが 地方都市に広がっていったんですよねまあ、当然中央政府はすごい危機意識を持っていたと思いますで、西安という都市では車両や商店への放火武漢では警官隊と警察あ学生との衝突が発生したということでもう本当に革命前夜のような状況に中国はなりつつありましたはい このような感じでこれもみんなあのデモに参加している方々なんですよね。えそしてしっかりと赤旗を掲げております。ま日本のねこのような座り込みとかデモにいわゆる革新とかはい左翼と言われている人たちは全く国旗を上げませんが、え中国のこういったデモ座り込み集会ではきちんと自分の国の旗がやっぱ上がっております。はいこれもそうですね。 はい、天安門広場ここでまあ座り込みの,あの行動を起こした若者たちすごい数がまあ集まっていると私はあの見ておりますしかしこれがねあのその後すごい悲惨な結末を迎えることになっていきますさて宗志洋さんこのねハンガーストライキを続ける学生を見舞ったんです その時に涙を浮かべてこのハンガーストライキに参加している若者たちの愛国精神を褒めたたえた諸君はまだ若いのだから命を粗末にしてはいけないと迫りつつあった流血の惨事を避けるために学生たちにハンストの中止を促したということでありまして孝翔さんはこの軍が動くっていうことはあらかじめやっぱり分かっていた。 それで流血が起こることをどうにか避けたいというふうに学生にまあ訴えたんですがなかなか学生さんたちにはその言葉は届かなかったんですよね。そして5月20日鄧小平まあ有名な方ですね総首相の解任を決定します。これも理由は学生たちに寄り添ったっていうことがそうなんでしょうね。これがその時のまあ写真でありますが。 若者たちに囲まれている調子王初期でございますね本当に中国では珍しいまともな政治家の一人だったと私は思っておりますそして5月に入ります天安門広場この学生や労働者などが集まりましてその数なんと50万人近くになったというんですよね で公安いわゆる警察の規制は全く効かなくなって野放、まあ、し状態になってしまった天安門広場は次第に市民が意見を自由に発表できる場へと変貌していったっていうことなんですよね。まあ、中国の地方都市では、まあ、公安っていうともう怖いもので商売などもね本当に公安の顔色を見ながらやらないといけない感じになっていますし言論の自由なんていうのは 中国にはございませんそれがこの天安門広場では公安の規制が全く効かないということで自由闊達な意見の交換発表ができる場になりつつあったというんですがそれと並行して当時イギリスの植民地であった香港や日本アメリカなどの、はいえー、に留学をしたインテリの学生さんたちが 国外での支援活動もね活発化していった。まさにねこれ革命前夜のような状態になっていたんですよね。そこで出てきたのがこの方でございます、鄧小平さん。はい、この方はもう中国のドンですね。この方が何を言ったかと言いますと、今ここで後退する姿勢を示せば事態は急激に悪化し 統制は完全に失われるよって北京市内に軍を展開し戒厳令を敷くということをね言った、えー、このね北京市内に軍を展開するつまりこの公安がもう手がつけられなくなった民衆を鎮圧するために軍の出動をね命令をしたわけですこれは長子予さん穏健派ですね あのこのの方は学生に寄り添った側の政治家でございます彼はこう言った「決定を下さないよりは下した方が良い今回の決定が招くであろう深刻な事態を大変憂慮している総書記としてこの決定内容を推進し効果的に実行することは私には難しいと」とつまり軍を送ることで流血の惨事が もう予見できるそれを実行することは私にはちょっと難しいと、まあ、彼はどちらかといえばもう学生の方に寄り添うあの政治家だったんですよねその学生たちが地に染まることはもう自分としてはできないということをまあ宣言をしたしかし6月19日の政治局の拡大会議で 動乱を支持し党を分裂させたとしてですね張氏雄総書記は党内外の全役職を解任され自宅軟禁下に置かれ姿を消してしまったということでございます。つまり中国共産党という大きな組織の中で組織防衛のためにはこの国民を手にかけてもいい。 そういった人たちがま実権を握っており民主化に非常に近い立場にあった調子を総書記はその席を剥奪され姿を消してしまった結果的にどうなったかと言いますととんでもないことがやっぱ起きますこれ有名な写真ですよねはい実際動画にもあります中国人民解放軍の戦車部隊の前に 立ちはだかった一人の男性すごい怖かったと思いますそしてこの男性は戦車が向きを変えようとするとその前に立ちはだかりますでまた向きを変えようとするとその前に移動しますこの戦車の先頭の車両の運転手ドライバーはやっぱり少し心のある方だったんでしょうねしかしその後この 男性がどうなったかは分かりません。はい、6月3日夜遅くにはい。6月3日。天安門広場の周辺に人民解放軍の装甲兵員輸送車が集結をする。そして市街地で民衆に対して無差別に発砲をし始めたんです。 国民を守るための軍隊が国民に向かって発砲をするまさにねこれはあの人民解放軍というのは国民を守るための軍隊ではなくいわゆる中国共産党という党を守るための軍隊であるというその本性をまあ表し始めただと私は感じておりますしかし民衆は民衆でそれに対して 抵抗をした武器という武器は持っていないんですがこのような感じで走行車両などに群がりそれを燃やしたりして必死の抵抗を続けます本当に武器も持たずによこんなことができたんだなと思って感心するんですがしかしこれも長くは続かなかった。中国人民解放軍はさらに兵力を 増強し、ここに集結している市民に向かわせます。そしてさらに残虐なことをやり始めます。結果的にこの天安門広場から学生さんたちはもう排除され、このように軍がここを掌握することになります。しかしそのために多くのやっぱり犠牲が生まれております。 しかしこういうふうにねあの外敵ではなくて自分たちの国民に向かって方向を向ける軍隊っていうのは本当に怖いんですが、まあ、日本の革新政党やオール沖縄の皆さんすごい中国に対してシンパシーを感じているようなんですけどあなた方が一番嫌っているねあの軍隊でありその軍隊がなんと えー、自国の国民に銃口や方向を向けるっていうその現実から目を、ね、背けてるのはいかがなもんかというふうに私は思いますよ。結果的にこのようにもっともっとね悲惨な写真実はいっぱいあるんですよ。はい、自転車もろとぼね、えー、戦車に踏みつぶされ民地のようになった、ね、若者たちもたくさんいたといいます。 写真を見ると、本当に目も当てられないような。写真がたくさんあります。しかし、今日は。ちょっとね。お見せするのは勘弁していただきたいなと。思っております。はい。で、中国の共産党の公式発表。事件による。市民の死者は三百十九人と。公式に発表しました。しかし。しかしですよ。まあ、このように。 すりつぶされるようにね殺されていった市民の数っていうのは300名余りでではなかったんですよねアメリカの外交講演軍兵士は下された無差別発砲命令を受けて1000人以上の学生が死亡この1,000人っていうのは中国の未来を担う本当に素晴らしい人材ばっかりだったんですよね。 まあ中国人民解放軍と共産党は自国の未来をね担っていく若者たちを自分たちの手で葬り去っています。そしてソ連共産党政治局の文章では3000人の抗議者が殺されたという報告書を上げております。はい、あの中国共産党の正式な発表では300人あまり。 ソ連の共産党の政治局は3000人余りが殺されたと言っていますそして最近ね公開されたイギリスの外交文書なんですけどこの中では中国当局が民主化運動を弾圧した1989年の天安門事件で中国軍が殺害した人数は少なくとも1万人に上ると 言われております、まあ今さーっと流してきましたが本当に当時中国は革命の一歩手前ままで来たんだと思いますそれをいかに抑え込むか抑え込むためにはやはり軍隊を使って弾圧する方法を選んだそれが中国共産党なんですよね。 兵士の中にはそれにやはり抗う気持ちを持ってた人たちもいたと思いますがしかしそれに抗えば自分が今度その命をやっぱり奪われてしまう危険性がやっぱりあったしかし外敵ではなく自国の国民に銃口や方向を向けざるを得なかったそしてその鉄の器によって人々をね つりつぶすようにやっぱり引いていったっていうのはこれは私は人民解放軍というふうには思えないと思います、まあ、実際の数は今後中国が民主化したときにきちんとした数字は出てくるのではないと思いますが今のところどの数字が正しいっていうことは私にも分かりませんいつか中国はこういった報道規制もなく 歴史をきちんとありのままに直視できるような時代になったときに、この天安門事件というのは再び見直され、そのときここで何があったのか再検証されるのではないでしょうか。まあこのような国を褒め称え、シンパシーを感じている日本の左翼、革新政党本当に大丈夫ですか。はいということで今日はちょっと天安門事件について。 お話をさせていたただきました、まあ、続きまして先月末に行われたイベントのご紹介をしたいと思います。それは何かといいますと沖縄県豊見城市にあります旧海軍司令部号跡で行われた海軍記念日のセレモニーなんですけど、まあ、海軍記念日っていうと何だろうっていう思ってる人たちも いるかもしれませんフリップをご覧くださいトンさてこの海軍記念日なんですがこれは1905年5月27日日本海海戦を記念して制定されておりますただし1945年大東亜戦争の敗戦によりそれ以降は廃止をされたということでございますさてこの富城区の旧海軍司令部号跡。 まあそこのちょっとお話をさせていただきますけど1945年はい百四十五年の6月4日午前5時米軍は五六飛行場今の那覇空港ですねその北側に上陸司令部号のある那覇市南西部を包囲しました当時この司令部号に立てこもっていた太田司令官は6日の夕方に 自勢の句とともに決別の電報を打って自らの覚悟を伝え、同日夜には沖縄県民各戦いの電報を打って後を託して玉砕をしております。方、え、位、ー、がどん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 やっぱり狭められていくそんな中で銃、えー、火器はほとんど残っておらず、えー、歩兵による突撃の応戦という状況にまで追い込まれていたということでありまして。 当時戦うにもきちんとした武器もないまま切り込みにこの剛から何組もの将兵が米軍の陣地に向かって切り込みに出発をしております。現在この剛はきちんと整備されましてこのような形で記念館として誰でも入れるようになっております。しかしその中がとてもすすごいんですよね そのそばにはこのように海軍巡教者慰慰霊霊の塔というね慰霊碑も混流されております。ここは主にこの海軍の方々が立てこもってた号でこのおろくの高台にありましてこの上から乗る船も失われ海を眺めていた海軍将兵のことをね思いますと少し涙がやっぱり出てくるような思いが。 いたしますこの中なんですけどこのような感じでこれを見ると皆さんあまり感じないと思うんですけど結構急な坂道なんですよ。はい、これあの下の方にずっと伸びておりましてそうですね深さがだいたい 30m40m ーーーーぐらい下に潜っていくんじゃないかと私は感じました。そしてこれ途中の通路なんですけど皆さんこれ何か分かりますか 当時この日本という国は土木機械というのがきちんとしたのがなかったこの豪はすべてこのように木戸と鶴橋で手彫りで作られたんですよねはい、その後が今でもこうして残っておりますこれ当時の様子なんですけど公軍兵士がこうした手作業で中の土を外に掻き出し をどん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 降り進んでいくということがねイラストで描かれておりますしかし当時の人たちっていうのは本当にこの、ね、手作業でこんな碁をね掘ったっていうんですから本当にすごいなというふうにしか私思いませんもう本当に機会がない中どんな人やったんだろうどれだけ苦労したんだろうというふうに思います。 今ではこうしてランイトもついて空調もされておりますが、まあ、当時はこんな快適なところではありませんでした、まあ、ほとんど照明もつかずじめじめした中で多くの将兵がここに倒れていたり、まあ、傷を、ね、癒すために休んでいたりしたところでございますこれが当時の剛、はい、の中同じような場所なんですけどこうして 外の戦いで傷ついた将兵たちがここに逃げ込み、えー、休むところもなくこうして横になっていたそこをね隙間本当に小さな隙間から人々が歩いて、まあ、移動してたという形になっております中には病院もありましたけど大した医薬品もない中でできる限りの手当てをしてあげたということでございますが やはり医薬品の不足医師の不足そして看護婦の不足などから十分な治療は受けられておりませんそして11日、はい、午前7時司令部号に集中攻撃が加えられていますそして同日夜には司令部号からの最後の報告として海軍根拠地帯が玉砕したとの電報が発せられております。 13日午前1時太田司令官はこの司令官室で壮絶な自決を遂げております。その自決を遂げた司令官室が今きれいに復元されこのように今なっておりますがここは当時のままの壁がそのままままま壁がそ残っておりますぜひ沖縄に来た方々はここ行っていただきたいんですがここの壁にはこうしてですね 当時の太田司令官が自決された時の手榴弾の痕跡がそのままこうして残っております。国を守るために五穀の鬼となりて自らの命を絶った海軍将兵そして太田司令官の無念はいかほどのものであったであろうかと思うと本当に今の平和な時代っていうのは こういっった方々のの犠牲の上に私は成り立っていると平和平和と言っているだけでこういった本当の平和というのは勝ち得ないこのような先人たちの尊い犠牲の上に今があるのだと私は思っておりますが、えー、学校教育の平和学習ではなかなかここに連れてくることはございませんそして毎年この海軍記念日にはここで玉砕された将兵の御霊を お慰めし先人に感謝をするために海上自衛隊の方々がここで式典を行いますその時の動画がありますので今日はちょっとそれを見ていただきたいと思いますではどうぞ 音が大きいのでご注意くださいそれでは皆様ご起立ください 当時まあ沖縄ではあちらこちらで聞こえてた銃声が今こうして平和な時代に聞こえてくるまあこういったことをねあの左翼の人たちはまた戦争だどうだこうだと言うかもしれませんがここで命を懸けてこの沖縄をそして日本を守ろうとした先人たちへのこれは私は一つの礼儀だと思っております。ししかしここで戦い倒れた 幾千もの御霊が実は戦後何の手もつけられずに泥水の中に実は埋まっていたんですよねこのフリップをご覧くださいトンこれ1953年昭和28年戦後、はい、8年あまり経った時にですね戦争で生き残った元海軍部隊隊員が司令部後後を訪れた その時になんと入り口は崩壊し構内には泥水が溜まっているありさまだったということなんですけどね、まあ、当時この元海軍部隊隊員は多くの方々と協力し合い中に溜まっている泥水をかき出し泥を吐き出しそしてあちらこちらに散らばっている将兵のご遺骨を一つ一つ拾い集めております。 その際この剛内からは太田司令官をはじめとする800名以上のご遺骨が収集されているんですよね。戦後8年も泥水の中にそのまま使っていたこの御霊の方々の無念というのはいかがなものかと思うんですがそれをこうして多くの人たちが 再び地上に日の光が当たるところにご案内ができたということは本当に良かったことではないかというふうに思いますそして1958年昭和33年また改めてこの号内の中の発掘作業が行われましたするとさらになんと1500名以上の 骨が収穫されて沖縄海遊会によって海軍慰霊塔が建立されそこにまあ祀られております、まあ、先に800名そして後日1,500名のご遺骨が収集されたっていうことはこの海軍号の中に2,300名ものご遺骨が戦後そのまま眠ってたっていうことなんですよね。 ですから沖縄旅行にもし来るのであればぜひここには行っていただきここで最後の最後までこの沖縄を日本を守るために戦われた将兵の御霊に感謝と鎮魂の祈りを捧げていただければ私は本当に嬉しいなというふうに思いますあのいろんな楽しいところもたくさんありますがここはなしないからすぐ 車で十五分ぐらいで行けるようなところですのでもしお時間があれば訪問していただきたいところの一つでございますさてここでですね皆様にちょっと一つお知らせがございますさあどんなお知らせかと言いますと八重山日報さんのお知らせなんですけどね今度八重山日報さんがなんとクラウドファンディング始めちゃいましたこれでございますトン八重山日報 沖縄本島版創刊1周年ということで、はい、沖縄本島版1周年、八重山日報沖縄本島支局の応援隊を募集ということで、このクラウドファンディング、目標金額は20万、今15万1000円まで集まっております。残り16日。これ何をすするかとといますと 今回この1周年を記念してイベントを行うっていうことなんですが、はい、これちょっとパッとお見せします。えー、プロジェクト、えー、節目の年1年1周年ということでね、はい、これはあの取材体制を強化したいっていうことをまおっしゃっております。沖縄の経済政治の動きをきめ細やかに発信できる取材体制を目指して。 創業時の初心に立ち返り公正な報道適切な論評を世に問い誰にでも分かりやすく愛される紙面作りを進めていきたいということでこのののプロジェクトの思いというのがありますこれをねきっかけにして共に言論空間をいかに変えていくかを問っていきたいと考えているということでございまして。 そのためにも八重山日報を積極的に応援していただきたい。そういった方々の結束ご支援をお願いしたいっていうことをクラウドの中で言っております。はい。でこのイベント紹介。今回のこのイベントの中では、えー、なんとね、えー、一部の講演。はい。これ意見交換のための講演会ということでなんと一般社団法人アジア支援機構代表の。えー はい、アジアチャイルドサポート代表のなんと池間哲郎先生池間達郎先生の講演が行われるということでございまして池間先生は国際協力団体代表として10カ国において支援活動を展開しておりまして日本人として最も大切なことを伝える講師として絶大な人気を誇っております。私も本当に尊敬 すする方の一人ではございます、はい、そして第2部のシンポジウムそこではですねコーディネーターになんとあのガナハマサコさんが、えー、登場しまして八重山日報の宮原代表と、えー、沖縄本島支局の伊藤支局長を交えて、えー、池間、はい、先生と一緒に、えー、いろんなあのシンポジウムを行うということに なっておりますこのような感じで非常にこれ楽しいイベントになるんじゃないかと思うんですが、はい、このイベントがなんと6月の24日13時半から15時ですね場所は那覇市のマリエールオークパインの3階エンジェルスイートで行います。ユイレール古島駅下車徒歩1分でございますんでね非常に来やすいところでございます。 池間哲郎先生のお話八重山日報の代表そして沖縄支局長そして賀賀雅子さんのクロストークなども、えー、聞けますんでぜひ多くの方々が来ていただきたいですしこのイベントを成功させるためにぜひこの八重山日報のクラウドファンディングご協力をお願いしたいと思います。さてて続きましてこれ沖沖縄縄のの自民党沖縄県連の 若手の方々こうやって集まってすごいねあのやる気満々でポーズ取っていますけど実はこれ何かといいますと毎年行っております拉致被害者に対する啓蒙活動の一環として那覇の繁華街でこの日本の拉致被害者についていろんなことを凱旋をしておりますま。我らがこの大山 先生もドーンと映っておりますし桜でおなじみの子さんも写っております沖縄の将来を担っていく若手の方々がこうして、えー、拉致被害者奪還についての熱い思いをお話しいただきましたがその中でこの大山隆雄市議がどのようなお話をしたのかっていうことを動画を撮ってますので是非ご覧いただきたいと思います。ではどうぞ <laughs> 那覇市議会議員大山貴男でございますお願いしますご通行中の皆様そして車を運転中の皆様お疲れ様でございます私は沖縄県自由民主党の那覇市議会議員大山貴男でございますえ本日この場所この時間をお借りいたしまして自民党全国一斉大統演説 北朝鮮の拉致問題について語、はいね、らせてもらって、えー、今は那覇市議のお取り合いの方も多いかと思いますがこの拉致問題につきまし,たが、えー、お話しては平成14年に17名の方が北朝鮮の拉致の認定を受けそして同10月に一部の方が日本に帰国されました拉致被害者の認定を受けた方は それででも10名以上が未だ北朝鮮に残っている状況です一方、特定失踪者といいまして、拉致の否定できない方、これが現在沖縄、全国では800名以上、そしてこの沖縄県でも26名の方が名前を公表しております。 公表されていない方の名前を含めれば30名以上とも呼ばれそしてこの那覇市でも実は5名の方が拉致されたのではないかと言ったことが言われております拉致問題これは誘拐でございます北朝鮮の国を挙げての犯罪そう言っても過言ではありませんこの沖縄県でも 20名以上そししてこの流しでも5名と言われる方々が今、運転をされている助席の方が、自民党の若手の、えー、市議の皆さんと、将来、沖れの通行中の方の隣にいたそして自分のお子さんが、拉致をされていたかもしれない。これが この沖縄ででも起きた現実なんです自由民主党は安倍総理を中目とし、この拉致問題、全員奪還、特定失踪者を含めて必ず全員をこの日本に連れて帰ってくる、日本人を日本人として、この日本に住まわせる、そう思って頑張っております。 この自由民主党、皆様から県内外、市民、県民の皆様からたくさんの叱咤激励、厳しい言葉をいただきますが、この拉致問題、そして正しい日本づくりについては、自由民主党がしっかりと、皆様とやっていきたいと強く思っております。 この拉致問題、非常に難しい問題。皆様にお願いすることは、政治というものはレールしか引けません。その上を走ってもらうのは、市民や県民の皆様です。この拉致問題というレールの上に、自民党が引いたレールの上に、拉致被害者を絶対に忘れない。

県民の皆様と一緒になって、自由民主党は発展を張ってほしい、この沖縄県、そして那覇市でも奪還された拉致被害の方々を必ず皆様と共にこの沖縄県へ返すことをお誓い申し上げ、私、自由民主党、青年局大山隆夫の演説を終わりたいと思います。ごご聴ありがとうございました はい、かなり熱いまスピーチだったと思います。まこのように自民党のま青年局若手の間に拉致被害者に対する思いっていうのがきちんとやっぱ行き続いているっていうことは、将来にわたりこの北朝鮮から我が同胞を取り戻す一つの原動力になります。で、またほとんどそれに関心のない沖縄県民に対し啓蒙活動を地道に続けていくということは再発防止にもつながるのでは。 さてこの北朝鮮とね非常にズブズブな政党が実はありましたこれでございます当時の日本社会党今の社民党でございます、まあ、当時こうしてねもう全く隠すこともなくパレードをしてたりしたんですが、まあ、当時はすごい元気がございましたはいそして沖縄のこの社民党社大党 なんとね、なんと北朝鮮と非常に仲がよろしいんですよねこれを見てもわかりますように北朝鮮とズブズブということでございましてなんと金正恩の祝賀パーティーに参加をしているということでございますで参加をしている面々はこのような方々社民党の元参議院議員山内徳信先生朝鮮の若き指導者金正恩氏の下で 21世紀に輝く国づくりが展開されますことを心から祈念します社代党の名誉顧問島袋総工さん朝鮮で素晴らしい指導者が登場している南北朝鮮の統一のため力を合わせて頑張りましょうなんて言っておりますいや私思うんですけどこんなにね北朝鮮と仲がいいパイプがあるんだったらあなた方が率先してね拉致被害者連れ戻してきたらいかがですか そういったことは一切せずに基地の前でねヤンキーゴーホームゲラーリとか言ってアうアうしてるこれと私なんか違うと思いますよ。本来であればあなた方がね真っ先に行って北の将軍様とお話をして拉致被害者を取り戻すそれであれば私はあなた方のことをね見直すこともやぶさかではございません。しかし本当に社民党大丈夫なんですかねこんな方もいますとん。 先日のツイート福島みぞほさん「国民は騙す対象か税金を吸い上げる対象か絞り取る対象でしかない」って言って書いちゃったこれが大炎上すると慌ててこれを消してですねこれに書き換えました安倍政権にとって国民は騙す対象とか税金を吸い上げるか絞り取る対象でしかないこんな政治を変えようっていうことで。 いやー本当にね本音をついつい書いてしまったら大炎上したのでまた慌てて安倍政権のせいにしております安倍政権の一員でございますかね本当に困ったもんでございますがこういった人たちぜひ北朝鮮に行って拉致被害者を取り戻していただきたいと思いますというわけでこちらから突然行ってみたいと思います 今週の「大きいな」もさよくさよ,かよ、はあ、本当に今日はしゃべることいっぱいあって時間が全くないんですけどまずはこれからトンさあ皆さんこれ何だと思いますか「おきぱよ」パヨ「とくぱよ」「外ぱよ」スタンプが実は届きましたここにありますけどねはいこういった感じであのこれからいろんな生地にこれをねペタペタ,ペタ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 貼っていきたいと思います。オキパヨつまり沖縄パヨ 得パヨというのは県外から押しかけてここでね平和をあの糧に生きている特定外来パヨクの皆さんでございますあのニラとかねそういった方々でございます。ガイパヨもう外国人が沖縄に来てねあうあうしているのはガイパヨこの3つにスタンプを分けてペタペタ貼っていきたいと思っております。ということで本日最初のパヨ話これでございます。トム 沖縄タイムズさん、6月2日、えー、午後1時半、名護市辺野古の米軍キャンプシュワブゲート前では県内外から約600人（括弧）主催者発表が集まりました。現在まで資材の犯人はありません。沖縄タイムズさん、主催者発表600人。次いきます。トン。RBC のスクープ投稿さん、はい、辺野古移設工事に500人が抗議をしたっていうふうに書いております。 600人、500人、まあ、ほとんど数字は似通っておりますね、主催者発表、600人、600人でございますよ、皆さん、では、これをご覧いただきましょう、ドン600人, !600 人でございます、はい、えー、本当に600人でございます、あのー、沖縄タイムさん、画像はさすがに載っけられないので。 切れなかったんでしょう代わりに QAB さんがしっかりとニュースで報道していました600人の姿でございます皆さんさあ600人すごいですねはいもう本当に幅ちきらんでも見栄張らなくてもいいと思うのに600人でございますいかがでございましょうかここまで彼らは今非常に、えー、落ちぶれておりますということでねこの記事このように置きっぱよ認定マークをさせていただきました 主催者発表600人はい、えー、これでお後はよろしいよそしてどん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 いきますこれも紹介しますトンこれは5月31日はい午後12時半気温30度を超える暑さの中で会う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 でございますはいこれもおきっぱいを認定させていただきますおめでとうございます続きまして6月1日 はい、これも非常にあのみっともない格好で運ばれております、どう見てもこれは過激派にしか見えないんですが、これも置き配を認定させていただきます、おめでとうございます、はい、そしてこれもね、はい6月4日、今日のやつでございますけど、えー、立ち入り制限区域を示すフロートをねあの、オイルフェンスと書いてる沖縄タイムスさん、はいあのこれを越えちゃいけませんよということで、置き配を認定をさせていただきました。 これからもあのいろんなパイプの方々いますがあの分かりやすいようにこのようにスタンプでですねできる限り色分けをしていきたいと思っております。ということであっという間に今日も時間が来てしまいましたしゃべりたいこともっとあるんですけどまた次回にということでさせていただきます最後にあの今日1つだけ自慢させてください1つだけ本当に自慢させていただきたいのがありますこれでございます。トン釣りました はい久方ぶりに釣りました36センチの南黒台をあげましたはいこれで私今日非常に気分がハイでございます次は50センチを狙いたいと思っておりますということでえ今日の沖縄の声これにて終了させていただきます本日もありがとうございました <music>